はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、何をやってこっかというと、11月以降の配信予定のね、案内をしていこうというわけでございますね。なんかね、変な感じになっているかもしれませんけど、実はカメラの位置をちょっと変えてみたんですよね。今までね、デスクがあって、サブデスクちょっと高い位置にで、サブデスクがあって、ちょうどそこに置くとね、高さがいいかなっていうので使ってたんですけど、サブデスクの周りにね、ちょっと照明やら、いろいろサブモニターやら置いてるんで、まあ結構ね、パッタンパッタン追ってきたりとかトラブルがあったんで、実は撮影中にね。なのでちょっと上のモニターのところにね、引っ付ける形にね、変えてみました。どうかな。上から広々としてますけど、まあ、どうせね、私のね、顔がね、こんな、ドンと映ってようがね、これぐらいになってようが、あまり動画の内容にはね、むしろお前、顔か、あれだとして、こっちの方なんか多分、視聴維持率高くなるんじゃないかなっていう気もしてるんですけどね。まあ、さすがにこれだと喋りにくいんでね。こんな感じで。で、ここら辺にね、上とかにね、ちょっとね、資料映像とか出すような形でね、やっていったら楽かなと思ったんでね、ちょっとこんな感じにしてみました。どうでしょう。まだカメラの画角に慣れてないんですけどね。ただね、今日はね、それの話じゃないんですよ。まあ、これで、ね、撮っていくわけですけど、で、ね、お話ししておこうかというとですね、これちょっと YouTube 見てる方の方にはピンとこないかもしれないんですけど、だけで見てる人にね、ニコニコ動画の方で、ずっと今ね、古い動画のアーカイブをダーッと出してたんですけど、それが、やっとこさめどがつきました。ですね、予定では、まだ完了してないですけどね、10月の、いつだっけ、10日、10月10日の月曜日、ちょうどスポーツの日で、祝日の日ですね、ここで、やっと出し切ることができるぞと、いう予定になりました。いやー、長かった。いやー、大変でしたよ。これはね、まだね、ちょっとそれだけで雑談したい気分でもあります。まあ、それでちょっと雑談しながらやっていこうかなと思うんですけど、本編のね、大事なところはまたダイジェストでカットしてね、こんな感じの投稿予定になりますって言うと思うんでね、こっちの方が雑談メインでね、やりながらやっていこうと思いますけどね。まあ、言うてね、その、YouTube、まあ、日投稿をね、ずっとしながら、ニコニコ動画の方でも、ね、投稿をやってたんですよね。で、言うて、そのメインチャンネルだけでも1200本、今動画が YouTube でも上がってると思うんですけど、その中でもね、まあ、全部はもう上げなかったんですけど、もうその時のね、3年前にちょっと時事ネタ文字でとかね、入れてもしゃあないかなっていうのがあったんで、そういうのはね、ちょっと省いたりしながらやっておったんですけど、とはいえ言うて、うちのところってそんなに時事ネタをドンとね、フレッシュなネタはあんまり扱うところじゃないんで、お漬物って呼んでますからね、YouTube 界のお漬物と言われてたんで、まあ、ニコニコ動画でも当然お漬物屋さんみたいになってるわけでございます。そうすると、まあまあ、言うて出せるやつがあるんでね、まあ、評価基準、求められる品質基準が違いますからね、トップなね、YouTuber さんとかね、これぐらいにドーンってね、かがまえてるとこだったら、うちだって、これぐらいでね、全然、品質基準満たしますんでね、OK!OK!OK! ってなるわけですね。他のところだったら、こんな今更出してどうすんねんっていうやつもね、もう全部 IOK ってね、出してますんでね、その兼ね合いでずっと出しておったわけでございます。言うてね、1日3本、週末5本っていう形で、3、5、15の25本、実はずっと出してたんですよね。で、それから、地味に、まあもちろん被り、動画の被りがあるんですね、その、ある程度データの使い回しはできるんですけど、ニコニコ動画と YouTube で合わせて週32本、毎週32本動画投稿やってたんですよね。いやー、地味にね、大変でしたよ。これね、YouTube とか、どっちでもいいですよ。動画投稿したことがある人ならわかると思うんですけど、週に32本動画を上げ続けるって、まあまあバカですよ。本当に。っていうのをね、ずっと実はやってたんですよ。でね、どうしようかなと思ったんですけど、で、とりあえず動画公開のやつも終わりますと。でね、どうしようかなというところだったんですけど、それでですね、まあ、10月はちょっと、すぐにちょっと準備がかかれない。もう10月入ったとてね、ちょっと10月からドラダーと、体制を整えるのが難しいんで、11月から、っていう予定で、今からちょっと取りだめとかしてね、ちょっとやっていこうかなと思ってるわけでございます。なので、今日はね、11月以降の、その、動画配信予定を、ご案内していこうかなと。思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。では行ってみましょう。さあ、ということでね、
いつもは多分、どんな感じでやってたっけ、こんな感じでね、うちのやつをワイプにしてやってたと思うんですけど、言うてね、これ結構カーブって見えなくなったりすることがありますし、動画流したりとかね、そういうのをするわけじゃないんでね、今回はね、よいしょ、元に戻すとか、こんな感じで。で、ここに、こっち？こっちの方がいいかな。これがこっちに避けて、こっちの方がいいかな。出していこうかなと思います。ファン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 ファーンと、今ね、フェードかけてね、ファーって出たはずですよ。フェードって言ってまた、フェードなんて効果一気で長くなったやないかってことですから。まあ、こんな感じで、出てますってことで、もう一気でね、11月以降の、動画投稿計画ということになっております。で、どういう風になっていくのかって言いますと、こんな感じです。キュイッと。回したのかな何にしてるかなどの効果にしてるかなまあ別に、適当に選んでやってると思いますけど、こういう感じでいこうと思います。今、YouTube もニコニコ動画も、YouTube の方は、今毎日19時30分にメインチャンネルを公開という形でやってました。で、随時ね、何か、あったらね、緑のチャンネルかね、政治者チャンネルか、四つ目の方なんかもね、できたら更新をしてっていうような話してたんですけど、全然ね、こっちの方ちょっと手がつけられてないです。まあ、それも、その、単純に週32本アップロードしてますからね。なんで、無理無理無理ね、っていうことでございます。なんかいっぱい来た。いっぱい来た。なんだ？あ、いいや。特に何もなかった。何だったっけ？週32分で、ね、大変なんですよ。動画、アップロードして、スケジューリングしてね、どの動画が次でっていうのをね、ずっとね、こんな感じで、まあ、ちなみにちょっと、出すと、これニコニコ動画用のね、プランニング、こんな感じでずらーっと書いて、アップロードする、時間とね、日付と、をプランニングしといて、どこまでアップロードしたかね、で、全然、アップロードとね、3点照合してね、こうやって照合して、よし、この時間にこのやつでって、やってって。ないな、めっちゃ物理的なメモかもしれませんけどね、やっぱね、この時はね、結局物理的なメモがね、最終的にね、一番役立つんですよね。ということなんでね、まあ、ちょっと昭和の人間なんでね、ちなみにこれは YouTube の方のプランニング、こんな感じで、わーって感じであります。まあなんでハングル使ってねって、ハングル読めるってのは分かると思いますけど、特にちゃんとしたハングルじゃないです。なんですけどね。自分が分かればいいやつなんでね、まあ、こんな感じで、実は、マニ投稿するのに、ちゃんとね、いつどの動画がアップロードするのかっていうのをね、実は、やりながらで、それに合わせて、ニコニコ動画の方のスケジューリングとかしながらっていうのをね、実はやってるわけでございます。まあまあね、一人で管理するの、まあまあ大変なんですよ、本当に。っていうことなんですけどね。やっとこさ、これがね、一元化できるよということですね。やっと YouTube とニコニコがね、並んだんでね。で、ちょっとね、しばらくは、まず10月はね、今まで通り19時半に、公開という形で、ずっとやっていく予定です。で、ちょっとすいません。多分追加のものは臨時で、なんかアップロードできたらアップロードしますけど、今のところね、実はこれ見てもらったら、まだね、今日ね、10月の2日なんですけどね、まだね、23日までしかできてないんですよね。ま、これが、ね、どうなんだろうな。うちはいつも30本ストックでやってるんで、それがね、ちょっと夏とかね、出かけまくったりの。で、しかも週32本アップロードバンバンかけながら10本プラスで作ってて、40本とかっていうのをアップロード作業やってましたからね。それでなんとかここまでマージン作ったんですけど、言うてそのマージンを2週間に、結構毎週最近ちょっと予定が入っとって、出かけてとかってね、やってますって、また泳いでると思いますけどね、すげえ中国地方にポンと飛んでみたりだとかね、なんか、わけのわからん豊橋の方とかでぐるぐるぐるっと回ったりとかね、なんかね、いろんな査定をしておったりしとったんで、まあ、それで、そうするとね、アップロードそれで10本プラスなんてもうできませんから、で、さっきの提出でね、っていうのもあるんでね、そこら辺でプラディングしながらね、ずっとね、カチ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 やりながら、なんとかね、こうやってやってきたわけでございますけど、ね、ひとまず、この週、とりあえずニコニコ動画の方のね、週32、週3、ニコニコ動画は週25本か。週25本投稿っていうクレイジーがね、やっとこさ、終わりますのでね、うん。というところで、
こんな後どうしようかというところ、ひとまずね、最初ね、ちょっともうずっと一日一本ね、更新でね、落ち着いてやろうかなと思ったんですけどね。まあ、やはり、こういうのはね、手綱をね、緩めるとね、一気にガタガタとなりますんでね、一応、こういうプランにしよう。ちょっときつめ。今よりは少なくなりますよ。いやもう、まだ週32本新規で動画作ってやりますよっていう宣言をしようできないです。とかね、ニコニコ動画がやはりね、10本までしか動画のその予約ができないっていう、規約があるんで、これね、どういうことが起こるかというとね、いつも金曜日時刻なんですよ。大変なんですよ。だって土日に10本作るわけじゃないですか。ってことは金曜日の夜にならないと土日の分の動画のアップロードの完了ができないんで、金曜日の夜から出かけるとかってなると、金曜日のですから、最後の投稿が22時になるでしょ。それのアップロードかけてでないと土日ドーンと使った取材に行けないっていうね、やつとかがあったんで、まあ実際にはほぼほぼ日帰りで、うちの場合は日帰りでやっちゃうんであれだったんですけど、あそこは大変だった。あれね、お盆はね、その出かけてで、まあ、この動画が、この動画先に上げるから全然まだ上がる前だ。3泊4日かっていう大きな出かけが、ね、の家とかあったんですけど、そこなんかね、そんな感じでドーンってね、動画をアップロードするタイミングでやっとったんで、全然ね、どうやってやろうっていうんだよね。実はあれ、どうやったんだったっけ、出先で、あれだ、ストックかけといて、そのアップロードの上限を、予約できる上限までまずきっちきっちに入れて、紙に取って出発して、んで、あれですね、ちょっと遅めになったんだけど、で、出先のところにネカフェとかに入って、そのアップロードかけといたデータをそのまんま、更新できるだけ更新してっていうので、繋いだりとかで、ね、やってたんですよね。まあまあ実はね、裏でね、大変なことになってました。米子の時はもうそのまま放置してたんだからできなくて、どこだったっけ、広島とか、山口とかね、あの辺りとかではね、どっちもやったか、そんな感じでカツカツアップロードをかけてとかって言って、なんとか、毎日3本投稿とかね、そういうのを、実は、やってたんですよね。っていう裏話はね、それほどにしといて、大事なのは、今後のね、動画の公開時間ですね。で、10月までは今まで通り、7時半で行きました。もうあんだけ設定しちゃってるんで、今から帰るのめんどくさいんで、なんでなんですけど、で、11月1日からは、出てた、これね、これで行きますよ、ということでございます。YouTube とニコニコ動画、ともにですね、スター制度総合チャンネルと、ニコニコの方はちょっと山城の名前でね、なってますけど、個人でやるっていうようなね、あれになってるんで、まあ、それぞれ、まあ、ニコニコ、まあ、昔からあるんで、こっちの方ね、言うてね、っていうことで、その山城の方に、ね、まんまにしてますけど、で、YouTube はスター制度総合、ちょっとね、名前変えましたけどね、こっそりね、変えましたけどね、山城の文字が、消えておりますけど、まあ、考えてみたら、そういや、ずっとスター制度総合チャンネルって、案内かけてましたんでね。まあもうこれでいいかな、総合っていうやつを入れといた方が分かりやすいかな、何でもやるよっていうのがね、どういうジャンルなのってよく聞かれるんで、もう総合ですよっていうのでね、出してやろうと思います。またそのあたりのね、やつもね、一本動画にしちゃおうかなと思いますけどね、概要欄いじくるっていうので一本動画にしちゃおうかなと思ってますけど、で、いいのかってしますね。一応この2つがメインチャンネル、それぞれのメインチャンネル、まあニコニコの場合も1チャンネルしか作れないんで、YouTube は、1アカウントで、実は複数のチャンネルで作れるんで、だからいくつも持ってるんですけど、緑のとか、4つでとかってするんですけど。で、とりあえず、大事なのは、スターステール総合チャンネル、山城のところが、同時公開で、ですから、もう、セームタイム配信でね、やっていますということで、毎日、20時に公開にさせていただきます。19時半ね、まあ、単純設定が難しいとか、そういうのもあったんですけど、特にこれに関してはね、ニコニコよりも YouTube の方の事情が優先です。YouTube の方がね、遅い時間の方のが、後々の伸びに効くっていう、抵抗が出てるんですよ。なんでかなと思ったら、ニコニコ動画と違って YouTube って、
初速スタートダッシュがどれぐらい決まってるかっていうのがめちゃくちゃその後の動画の掲載基準に反映されてるみたいなんですよね。ニコニコ動画ってそういった判定もなく単純にコメントが新しい順とかね、そういうような感じで、それもその検索したい人がどういう想像がいいのかっていうのを自分でカスタマイズしてやるっていうのがあるんで、だから YouTube って一応カスタマイズ機能はあるんですけど、多分8割方の人が多分カスタマイズ機能使ってないと思うんですよ。ニコニコは逆で多分8割方の人がカスタマイズして検索をやってると思うんです。カスタマイズしやすいですしね。YouTube の方はちょっとかなり、正直めんどくさいところがあったりするんですよ。その代わり、ポンと、簡単に検索するだけで、おすすめネット自動で選んでね、出してくれるっていうのがあるんですよ。逆にこれがですね、この底辺、オブ底辺のね、300人ぐらいのチャンネルだとね、なかなかね、うまいこと仕組み、作ってもね、そもそも、キーワードドンピシャのやつの、うちのチャンネルの動画よりも、全然キーワードにはちょっとかすってるぐらいなんだけど、よく再生されてる動画の方が上位に表示されたりするっていうような、感じになっているので、まあ、そのあたりがね、逆にニコニコの方は、曖昧検索みたいな感じでそういった判定が入らないんで、もう完全にキーワードと完全一致してるか、タブ一致してるかっていうので、ポンポンポンって、自動的に並んでいくんで、逆に言うと、そのカスタマイズに合わせてね、やったら、それで動画が確実にね、それはもう動画投稿順とか、どれが一番使ってんだろうね。うちはコメント新しい順にしてますけど、コメント新しい順か動画投稿が新しい順。この2つが多いのかな。あとは再生数が多い順。古い、タブでね、人気ネタあさろうという時の再生数が多い順とかっていうような感じで、自分で選択してね、どれでそうとしてみますかっていう感じになるんで。ですので逆に言うと、そこに、ちゃんと恣意的に狙っていけば、っていうところがあるんですね。で、いうのもあるんで、ただ、あまり投稿、時間はそこまで影響がないです。あと、投稿される絶対数が、そこまであれなんで、ジャンルでも、2時間前の動画でも多分1ページ目に残ってくるかな、ジャンルソートでも、投稿日が新しい順でねっていう感じなんで、毎日投稿さえしてれば、コンスタントに、目に入るような形にどうもなるよ。なんですけど、YouTube ならそうはいかないということなんですね。で、それも最初の10分とか、最初の15分とかの初速のところにどれぐらい再生が入るかというのが結構影響が入ったりするので、それもあって一応20時公開します。ただこれでも本当に21時の方は私は、いいのかね、もしくは21時半とかにした方がいいのかな。夜勤の時結局8時って仕事してるんで無理なんでね、自分で初速、見てね、チェック入れてとかっていうのはできないんで、どうしようかなと思ったんですけど、ただ9時半だとさすがに遅すぎて、逆に、ね、朝の時私もそんな時間寝ちゃってるんで、朝4時起きなんでね、そうすると全然、起きれないんでっていうところも考えて、皆さんにパッと入りやすいところはやっぱ8時台なのかなというところがあるんで、8時台を狙ってみます。20時に入ってみますっていうような感じです。で、土日は、おそらくちょっと遅い時間でも入るところがあるかなので、日曜23時にも、土日は23時にも公開をさせていただきますということです。で、金曜日は、20時に4つ目で公開をさせていただきます。公開させていただきます。ということで、一応週10本。で、うち1本を4つ目に振って形で、4つ目のが全然取れてないんですけど、一応ネタでね、バーッと上げた中でね、とりあえずパッとすぐに作れそうなやつもあるんで、いや、本当はね、近場でね、パッと見てね、すぐに上げれるやつとかね、そういうのをね、パッと、行ってね、撮ったりとかもか、ね、できたらよかったんですけど、言うてね、行ってお店紹介とかやろうと思ってもね、本当に、お店で、財政的な問題がね、ありましてですね。まあ、それ、またそれでね、動画作ろうかなとも思ってますけどね。まあ、言うてね、大変なことになっておりますんでね、財政面は。厳しいな、というところがあるんでね。このランチ2000円、ダメだ。全財産はたいても買えないっていう、ね、2000円のランチが、全財産はたいても買えないっていう、ね、状況に陥ったりしてるんで、そうすると難しいなっていうことでございますよ。っていうのがあったりするんでね、いうのがあったりします。
言ったら、一応、もう、かなりお手軽企画ではあるんですけど、この前はね、最後の方でなんか、そうなんかやって思いましたけど、そっからニコニコの動画投稿のやつ、強化とかって言ってね、180本投稿とかね、やっておったんでね、あれで、ね、ちょっと全く、そっちの方に手がつかなくなってたんですけど、まあ一応付け入れる目処が立ったかなというので、一応11月からをめどに4つ目公開します。それまでにちょっと1本だけね、あとパッと、作って公開するのがあるかな。ちょっとね、1本だけ作れたら早めに作って、結構期間限定もののネタが一つあるんで、それはちょっと早めにそこだけカスタマイズしてあげたいなと思っているんで、そういうのもあったりするんですけど、一応そう、本格投稿会再開は11月から。で、金曜日はですので、YouTube の場合は、ちょっとすいません、ここがややこしくて申し訳ないですけど、YouTube の場合ですから、チャンネルが別になってるんで、同時時間に、ね、ポンと配信してくるんですよ。ニコニコの場合は、できない、技術的にできないわけじゃないんですけど、ちょっとすいません、こっちの管理の問題で、ちょっと、めんどくさいことになるんで、1時間ちょっと空けさせてもらいます。で、するので、4つ目で公開したやつは、同じこの山城スターステージっていう、この同じアカウントのところから、上げさせてもらって、21時に動画が上がりますよという形になります。ですから、金曜日は、20時と21時に、ニコニコの方がアップロードかかって、ニコニコの方の場合はね、かかって、で、土日は、20時、23時の2回でかかりますという感じ。ちょっと変則になるんですけど、ニコニコの場合は多少そういった変則にしても、その、大したかね、その、再生数の影響、そこまで大したかったので、それでいいのかな。YouTube などはすいません。これちょっと本当に、細かくカスタマイズしておかないと、結構15分単位とかで、見ていかないと、それだけ、再生数が、うちのチャンネルでも10とか20とか平気で変わっちゃうんで、で、23時ってしてるのは、多分これ、土日の23時公開は、おそらくショーツがメインになってくると思います。ショーツもね、力入れたいし、ショーツ用のネタもね、たまに溜まってるんですよ。もうね、めちゃくちゃ溜まってるんで。で、その、ね、たまに溜まったのを、消化するための、本編ネタっていうのもあったりするんで、そっちの方もそっちの方でもう結構ネタ帳書ききれんよってぐらいバーってね、溜まってきてるんで、いい加減消化していかないといけないんですけど、いかんせんそのニコニコの投稿のやつで全部ずーっと溜まっとったね。多分出し切ろうと思ったら、1日1本投稿だと、何年分あるんだろう、もうネタっていうぐらいあるんで、これはまずいぞということでございますね。まあ、幸いうちの場合、出すネタが、あんまり旬のものを捉えて、ポンポンってね、よくあるじゃないですか、その時間が大事。だからもう明日撮ったらもう間に合わないよと。今も撮ってアップロードしないと、この旬をね、その最大値に持っていけないよっていうような感じの、動画が少ないんで、やはり動画、投稿されてる内容によっては、例えばゲーム実況だったら、ね、やはり発売日、スプラトゥーンの、ね、3とかだったら、スプラ3だとかだったら、ゲームの発売日にいかにね、配信するかっていうのがね、重要になってきたりとか、ね、その初速掴むという意味でもね、誰か配信そこでやるかどやらないか全然変わってきたりとかっていうのがあったりするんですけど、うちの場合そんなのあんま書けないんで、ね、今アップロードかかってるの何今な、何のシリーズやってんだ？この動画が公開される頃って何やってんだっけ？10月の10日前に上げるんだから、あああれか、京都丹後鉄道ターミナル駅完全制覇の旅は、始まるのかな？始まらないのかな？言っちゃってるから始めたんですか？ですので、散々言ってましたけど、多分あれですね、その毎日投稿の、これ10月の9日ぐらいに上げることになるのかな。そうすると、8日の方がいいか、8日の方のか。もうお金の夜にこんなグダグダしたの聞きたいって言っても、そっちも、いや、8日の夜にしますよ。そうすると、ちょうど、今日のね、8時、7時半の段階で、ニコニコでも、YouTube でも公開が始まった京都丹後鉄道ターミナル完全制覇の旅、これだって取りに行ってるのが8月頭ですからね。まあ2ヶ月、でも2ヶ月か、まだうちにしてはあれか、スパン短い方か、半年寝かせるとかありますからね。普段はそのもう1ヶ月先までね、すでに動画が入ってるところから、動画を撮りに行って、しかもストップもね、撮りに行けない時は全然撮りに行けないんで、結構まとめてね、8月とかも、撮って。ですから、でも8月10日に撮ったやつは、
ね、え、年またぐのか、この計算だと、多分次のやつからたまた50ポンドルとか なるはずなんで、っていうことでございます。まあ、まあ、それは、まあ、うちの、チャンネルの特性でありますので、ね、で、土日はそんな感じで、の、ですが、1日1本で本編動画ずっと公開しとったら、多分今撮ってあるやつを全部出し切ったとして、毎日1日1本でずっとやっていくと、もう多分、年またぐの、あ、確実ね、その後にも撮ってあるのがあるんで、もう年またぐの確実なんで、その後にじゃあね、ショートネタをね、とかって言うと、私もね、ネタ帳なくすわっていうぐらいね、ネタ帳のどこから手つけたのよ、もうすでにね、どれが手ついてきて、わからんぐらい溜まってきてるんでね。まあ実際にあの、うちの場合、あの、ネタ帳は、あの、紙ベースじゃなくてね、あっち、スマホで、スマホの、あの、と、これと連携できるね、パソコンと連携できるメモ機能でね、ガーッと保存してあるんでね、今何十で気が100何十ネタぐらいは多分溜まってますからね。一ネタでね、うちの場合は20日ね、10回、15回とか使うネタがザラなんで、そうするとあらあらあらっていうことなんですね。まあとりあえず土日は23時公開で、プラスアルファもやれたらやりたいねと思ってますんで、そのあたりもね、どうなっていくのか、とりあえず10本、毎週10本、あっていこうかなという予定です。まあ10本上げてたらね、いいペースだろうと思ったんですけどね、なんか足りない気もしますけどね。普通のところだったら、あの、働きながらだったら週1本投稿してたら多分多い方のはずなんですけどね。まあ、うちの場合は、昔からそれこそ、その、小説のね、文芸部でネタとか考えるときも、ネタの出しは本当に多いですからね。昔からそれはありますね。小説のネタ考えるって言ってもね、もう、バカみたいにすぐに、ネタ、パッパッパーって考えて、比較的、多分、全然そこで悩んだことないですかね。あなたどうやって出し切ろうって言ってね、小説、そのネタを思いつくけど、書き切る時間がねえよってね、20個ぐらいネタが思いついたけど、1個1年かかるのに20年かかるよって、ね、いうようなね、コツとか、なってますからね。っていうのもあったりするんですけど、一応予定ではこういう予定でおりますということでございます。土日の23時公開どうしていこうかなっていうところとかでも、まあとにかくあとはね、ネタが取れて、あの、編集するねタイミングさえ作れればね、もっと全然ガンガン、公開はできますんで、っていうところですね。で、本当はね、まあこれなら十分満足かなともね、一瞬思ったりもしたんですけどね、最近ね、ちょっとね、気づいてしまったんですけど、その、ね、あの方も YouTube と、ニコニコ動画と両方されてる方でですね、なかなかすごい人がいましてですね、お名前を、どうでした、これだ、コークバーニングアップルさんっていうね、方がいらっしゃるんですよ。で、ニコニコの方法とか有名かな、フォロワー、ニコニコのフォロワーが2500人いらっしゃる。まあ、かなり大きいですよ。うちが、ニコニコは11人か、っていうところでね。で、YouTube の方が逆に少ないね。1200人っていう、1230人か、っていう方のチャンネルがあって、まあ、リンク貼っときますが、コークバーニングアップですね、ところがあるんですけど、実はね、めちゃくちゃ老舗の方でね、いつ、810、7桁だもんな。で、81、夏だもんな。夏ってね、超レアなんですけどね、いや、これで買いよう。ジャップクロームで、コークバーニングアップですね。チラッと、もうすでに片鱗が見えてますけどね、あのね、動画のね、投稿本数がえげつないですよ。これがね、1時間に1本とかね、あの、ジュニアさんじゃねえんだからさ、あの、全盛期のジュニアさんで、まあ、あの、1時間に1本とか、ブワーッと上げてましたけど、TikTok の、あの、ショート動画ね、上げてましたけど、基本的に、ゲーム実況関連のやつを上げてはる方なんですけどね、動画のね、とにかく投稿数がえげつないんですよね。で、この方がね、だから、いつからやってるのかというと、10日に続くというか、2009年3月、だからうちより古いわ。うちが2009年の8月だったから、うちよりも早くからやっていって、
えげつないわけですね。7200本あのニコニコで上がってるんですけど、で YouTube の方だとこれねすごい量上がってて、か全ての動画っていう風にしてみるとどれぐらい上げてるのかが分かるんですけど、ね12,967本、もうすぐ13,000本って、すごい量上げてますよね。12,000さ、で、あと、エイジオブエンパイアが始まるの？あ、AOE やん。へぇあ、ちょっと私、AOE はね、ファースト、Windows 95の対応版の時からやっとて、これ結構、楽しいゲームなんですよね。シミュレーションゲームかな？うん。これはね、めちゃくちゃ完成度高いゲームなんですね。あ、結構リアルに殺し合いやるね、部族同士の争いでね、どの部族を選ぶかで、部族によって、これ、ヤマト部族で選んでやってるのかなっていう感じですよね。ヤマト部族と朝鮮艦、あと、どういうこと、白色系のやつが多くてね、アッサムとか、あの辺りとかいろいろと、っていう。で、その部族の、まあ、自分が王様になるような形で、王様というかね、比較的ポジション的には、私は神田のポジションなんですけど、町民を増やすか、みたいな、それで兵士を増やすかみたいな、食料を調達、町民に食料を調達させて、食料とかと金属を掘らせてとかね、カンカンカンって掘らせて、木を、木こりさせて、で、時には、猛獣に向かってね、やれ、ヒュンヒュンヒュンやらせてね、食料にしてね、たまにやられたりとかしてね、とか、いうのをね、繰り返しながら、で、食料とかそういうのを貯めて、大きくしてというゲームだったりするんですけど、違う、その話したいんじゃない。AOE の話は、したいけど、今はちょっと置いとこう。で、この方がですから、すごい1万1000とかね、開けてはるわけでございますよ。いや、これ見たらね、だって1時間1本とかさ、ね、えげつない勢いで開けてはるわけでございますよね。何年前からやった？ 2009 年前からやってんだ、こっちも。グブいいねー。上げてる量がえげつない。2013年からもチャンネル開けてますもんね。はーっていう、方がいらっしゃるんですよね。いうのを見たんで、あ、ダメだ、やばい。そのね、うちが1200本、10分の1じゃん。どうやってね、3200本で毎日投稿してね、って言ってね、どうやって言ってましたけどね。えげつない量をやっぱ開けてる人開けてるんですよね。やっぱ量を開けるならもうここまで物量作戦で行くなら、やっぱこれぐらいやっぱ量を開けてやっていかないといけないのかなって気もするんで、ただちょっとまあ仕事、まあでも多分この方も仕事しなかなんじゃないかな。専業でやってるって感じじゃないですよね、見てると。っていうところはね、まあ確かにそのゲームの編集なり、ゲーム実況の多分再編をリマスタリングするような形で配信してやってるんで、うちよりも全然手間、うちもめちゃくちゃ手間かかってない方ですけどね、1本上げるのに2、3時間ぐらいで上げちゃうんで、アップロードまでね、かけるんだ。これだったら下手すりゃ、エンコード、多分元あるデータ、ポンポンポンとね、分割してエンコードかけるぐらいの感じになってるんで、うん。でも1時間以上かかるかなっていう。でもそれをね、これだけ上げてるはずんでね、いや、すげえな、ということでね。まあ、うちもね、やはり、これは、向けてられないなと。まあ、完全に投稿歴で言うと、うちの方のがね、後輩で、のね、感じですし、まあ、うちより長いってなかなかですもんね。っていうところではありますけどね、っていうところで、まあ、実際探しとか言うんですけど、言うて RC なんでね、まあ、ベータ時代からやってる人なんていますか？ 2007 年から投稿やってる人はいるんでね、うん。YouTube で一番古い人だったら、もっとあれか、めぐみさん、2008年、2007年からやってるのね、という、ところとかもあったりするんで、まあ、それこそ、ヒカキンさんまでか、個人のやってるビートボックスは2007年から上げてたりとか、ありますからね、うん。で、いうのとかね、見てみるとね、まあ、あれなんですけど、で、なんだったっけ、落としどころなんだったっけ、そんな感じなんで、うちのところもね、細部層、ネタは冷めてますんでね、
まあ今から1日ね、毎日散歩のとこでね、撮る時間と編集する時間があればね、全然ネタの消化はできるしね、あと資金面の問題ね、遠征とかかける場合にはね、の資金面のところとかね、まあ今もね、これ前もね、休業日前、最終ちょっと、前財さん、ゴルフ公演切りましたからね、おー、いけるかな、なんとか生き延びられるかな、なんとか、なんとか、夕飯を切って、もやし炒めで頑張って、よし、3日間もやし炒めで頑張って、よし、なんとか500円残ってて、いいような感じでやってますので、ね、ギリギリでやってますので、まあ、ギリギリまで、ね、動画、とうとうにね、投資やってますからね。言えば聞こえがいいっていう感じでね、やってますんで、まあ、そんな感じなんで、で、まあ、ちょっとね、うちもね、仕事がね、帰ってきたらね、わらわらやるぜっていう感じで来たらいいんですけどね。言うて、結構体力の限界まで仕事に、精神繊維、本業の方やってますんでね。全然本業って抜いてるわけじゃないし、なんなら結構ちょっと、実は本業、ちょっとね、いろいろとドタバタがありましたんで、くすいと人によってね、結構帰ってきたら、結構たま、ちょいちょいね、最近、帰ってきて、ほんと30分も経たずに飯食いながら、ここで編集しようとして、ここでパターンってなってることも多いんでね。それでまあ、4時間寝れないね、感じだったんでね、4時間寝たら、おプランニングギリギリみたいなね、感じだったんで、ここでちょっと髪取って仕事してとかって言って、寝落ちするまでカチカチやりきてやって、寝落ちして、わあ起きたら、そっからちょっと20分でも時間あったら、ちょっとカチカチやって、いい感じでね、なんとかね、しのいではいたんですけどね、とはいえね、やはりね、その1万2000本投稿とかね、見せられたらね、いやいやいや、うちもね、そんな1000本ね、1日3本投稿とかでね、何日投稿、1日1本で週7本とかでね、なんとかしちゃダメだかと、いうふうに思ったんでね、一応週10本。で、プラスアルファ、つけれたら、ということで、どうなっていくかちょっとわからないですけどね、予定ではその週10分は保証で、で、YouTube のメインチャンネルとしては9本か。7たす2の9本で、4つ目を1本で、それを全部ニコニコの方の場合は数十本あげるような感じで、やっていこうかなと思いますので、どうかね、YouTube チャンネルで、ね、ニコニコチャンネル、ともにね、ご愛顧いただければと思います。ね、この発表動画だって40分も撮ってんのこれ、何やってんのそういう感じでね、やっていきたいので、ね、またよかったらね、まとめたの1分でまとめたやつを承知であげておこうかな。っていう感じでね、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでね、この動画以上で締めさせていただきたいと思います。やっぱ喋り出したら止まらないんでね。まだ編集、今から4分ぐらいやらないといけないのに。ということでね、これで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。なんだかなぁ。